石巻ハリストス聖教会、聖主とヨ与安聖堂は、宮城県石巻市にある日本ハリストス聖教会の教会。1980年に竣工した現在の街道と、1879年に竣工した旧街道の二つが現存する。本記事では、双方について述べる。足ト聖に古来1872年、足ト聖に古来が、 全国選挙の拠点を東京府、神田駿河台に置き、同年12月の第2回戦例において、宮城県を鹿群港村出身の新徒セルギー、勝又明が受選した。これ以降、石巻近辺の各地に、政教会の伝教師が派遣されて選挙が行われた。港では、伝業者、 ボリス・サンソンの選挙により、モイセイ・ヒラツカ・ツネジロをはじめとする29名が1877年に1月8日に、パウェル・サワベ・タクマ・神父巡回時に洗礼を受け、港・キヨシ、エダ教会が設立された。石巻では、ペトル・クツキ・伝業者の選挙により、イオワ・ミ・トウチュウエモンをはじめとする23名が、同年12月11日に、 沢部神父から洗礼を受け、教会が設立された。設立時の名称は、石巻公明会であった。1879年11月、石巻市街中心部に近い、現在の石巻聖主といアン教会の所在地に、木造、層2階建て、瓦吹き、十字架型の平面を持つ、本格的な街道が竣工した。協約者住宅も併設されていた。 この時、教会の名称が、石巻公明会から、石巻聖主といアン教会に改名された。以降、強制の拡大は目覚ましく、周辺十数キロメートル四方の地域に十カ所の、教会が20年余りの間に誕生している。1881年6月には、アシトセにニコライが、東北巡回の途中に、石巻ハリストス聖教会を訪れている。 当時の石の巻には名簿上116名、実勢としては82名の信徒がいたとされる。しかし1904年の日露戦争や1917年のロシア革命後、日本政教会が全国で強制を低迷させていったことに伴い、この地域での強制も停滞する。退路感情の悪化や、実際には革命によって共産主義政権から、 ロシア正教会をはじめとした、正教会は、弾圧を被っていたにもかかわらず、正教会が、赤の仲間との偏見を持たれたことや、革命により、ロシア正教会から、資金援助が途絶え、伝業者の多くを解雇せざるを得なかったことなどが、主な要因であった。石巻市周辺地域に設立された、教会組織は、順次、石巻聖市とい教会に統合され、 現在に至っている。石巻ハリストス聖教会の街道は、聖師とイオアン制度の名称を用いている。イオアンとは、ヨハネのギリシャ語表記オメガニューニューイータの、中世以降の発音、イオアンニスが、教会スラブ語に、イオアンと転写されたことに由来する。日本聖教会ではギリシャ語からの転写や、 日本聖書協会で用いられる転写も固有名詞表記において使われないわけではないが、教会スラブ語からの転写が標準的な転写として最も頻繁に用いられている。1879年11月、宮城県を鹿郡石巻村に竣工した。1978年の宮城県沖地震によって被災したため石巻市の所有となって中瀬に移築。 2011年の東日本大震災の津波によって、大被害を受けるも倒壊、流出を免れ、復旧工事を経て2019年に公開を再開。所在地、石巻市仙石町4-19街道の跡地に、新街道を新築し、旧街道の名称を引き継いだ。石巻ハリストス聖教会は、この新街道を本拠に活動している。 2011年3月11日の東北地方、太平洋沖地震による津波で1メートルの浸水被害があったが、建物は無事であり直ちに修復がなされた。2021年11月現在の管轄司祭は、ルカ・タバタ・リュウヘイである。現存する日本最古の木造教会建築である。現在は、石巻市が所有しており、 宗教施設としては使用されていない。設計者は不明。なお、聖教会の設計は、聖教とのみに許される。十字型の平面を持ち、屋根は瓦吹き。一階は、畳のある集会室であった。二階が、絨毯時期の聖書、イタリ聖書となっていて、方針礼が行われるスペースであった。一階と二階は、急な傾斜の階段で連結されている。 震災発生から約1ヶ月後の中瀬地区と、旧制度総建1879年11月、宮城県を鹿郡石巻村に、聖止と予安制度の名称で竣工建設費は999円。教会の役目を終え石巻市の文化財として、現在地に、一区1978年6月12日、宮城県沖地震により、 春高から約一世紀を経ていた聖、首都余安聖堂は壊滅的な被害を受けた。同じ敷地に新街道が建設されるのに伴い、旧街道は石巻市文化遺産復元工事、実行委員会によって旧北上川の中洲にある中瀬公園内に移築、復元されることになった。復元工事は石巻立青海によって1979年6月6日に、 着工し、1980年6月10日に、竣工した。総事業費は2442万円。一築、復元された、旧街道は、石巻市に寄贈され、1980年12月20日に、石巻市指定有形文化財となった。2001年7月23日、通年での一般公開を開始。東日本大震災で被災。解体。 復元し、創建時の姿へ戻る2011年3月11日、東北地方太平洋沖地震で被災。石巻市を襲った津波は、本教街道の屋根より下を飲み込んだが、本教街道は津波に耐えた。2011年3月11日の地震と津波、及び、同年4月7日の大きな余震の後となる、同年4月8日に記録された。 本郷街道の被害状況は下記の通り。本郷街道の周囲にあった建物の多くが津波で破壊、流出しており、本郷街道が残存したのは奇跡的なことであった。2012年4月11日から5月11日まで修復資金を集めるためのライトアップパフォーマンスが実施された。2014年4月、修理保全のため一時解体。 2015年3月、市が、同地に、旧制度を復元することを発表。2017年9月21日、復元の起工式が行われた。復元の総事業費は1億500万円を予定し、2018年度に、完工する予定であった。起工から1年をかけ、2018年9月、敷地下上げ工事を伴う復元工事が完了した。 2019年7月30日に復元記念式典が行われ、同年8月2日に一般公開が再開された。復元の総事業費は最終的に1億1000万円となり、正教会並びに全国からの寄付金4500万円、震災復興特別交付税、その他石巻市の財源で賄われた。復元にあたっては、 解体後に保管されていた被災前の部材を3分の2ほど用いた。1980年に現在地へ移築された際に、モルタル塗りに変更された外壁は、創建時と同じ漆喰塗りに戻された。本郷街道の頂上の十字架は、被災前と同一のものである。2008年8月15日撮影。東日本大震災で被災する前の状況。 ありがとうございます。